このビデオではフォースクラーケントローリングモーターのクイックリリースキットをインストールする方法について紹介します。クラーケンクイックリリースキットはガーミンの公式サイトで購入でき、フォースクラーケントローリングモーターにのみ対応しています。詳細は説明欄のリンクをご参照ください。取り付けするにはドリルや 9mm ドリルビット、ナンバー3プラスドライバー、ナンバー4プラスドライバー、 11mm ソケット、 13mm ソケットなどが必要です。またボートの安全のため取り付け作業後に4分の1インチ以下のシャックル付き南京錠が必要になる場合があります。クラーケントローリングモーターは可能な限りボートの中心ラインに近くなるように取り付けてください。切断部の上部がボートの船べりに張り出すようにマウントを取り付ける必要があります。 U 字型の部分はボートの側面に張り出す必要があります。トローリングモーターの重量と出力に対してデッキに十分な強度があることを確認してください。必要に応じてバッキングプレートを使用したりボートを補強したりします。ボートの強度が十分かどうか不安な場合はボートのメーカーに問い合わせてください。マウントはボルトでボートのデッキに固定するため、ワッシャーとナットを使用してマウントを下側から固定するスペースが必要です。モーターを設置位置から収納位置に移動して元の位置に戻すための空間が必要なので、設置位置に障害物がないようにする必要があります。クイックリリースプレートはマウントに一方向にのみ取り付けることができます。クイックリリースプレートを取り付ける際にモーターが意図した方向に向いていることを確認します。マウントを固定した後、マウントハンドルにアクセスでき取り外せることを確認します。選手で取り付け場所を選択します。付属の取り付けテンプレートを取り付け位置に配置し、テンプレートのマウントを船べりまたはボートデッキの端に張り出すようにします。 9mm ドリルビットを使用して取り付け穴を開けます。次に取り付けテンプレートを取り外します。ボートデッキ上にクイックリリースプレートを置き、プレートの穴を取り付け穴に合わせます。付属のボルトの長さが取り付け面に対して十分でない場合は、適切な長さ16/5、18の皿頭平ネジ、ステンレスス、チールボルトを用意する必要があります。ナンバー4プラスドライバーおよび1/2インチソケットを使用して、付属のボルト、ワッシャー、ナットを使用して取り付けプレートをデッキに固定します。ナットを 14.9 ニュートンメートルのトルクで締め付けます。モーターを横向きに置きます。2つのボルト、ワッシャー、およびロックナットをプロペラドライブモーターに最も近い2つの穴に挿入して、マウントをモーターに緩く取り付けます。残りの4つの穴にアクセスしやすいようにトローリングモーターを展開位置まで回していきます。付属のボルト、ワッシャー、ロックナットを残りの穴に使用して、マウントをモーターに固定します。6個のナットのすべてを 10.85 ニュートンメートルで締め付けます。モーターを収納または設置するときは可動部への巻き込みや挟み込みによって負傷する恐れがあるので注意してください。人身障害及び船舶やモーターの損傷を防ぐため、モーターを動かす前にモーターが収納位置にロックされていることを確認してください。クイックリリースマウントをクイックリリースプレートのタブの上に下げます。ハンドルをクイックリリースマウントに取り付けます。付属の R ピンまたは南京錠を取り付けてハンドルを所定の位置にロックします。これからクイックリリースマウントからのモーターの取り外し方法を紹介します。人身障害及び船舶やモーターの損傷を防ぐため、モーターを動かす前にモーターが収納位置にロックされていることを確認してください。また、フォースクラーケントローリングモーターの電源が切れていることを確認してください。モーターが収納位置にある状態で付属の R ピンまたは南京錠をハンドルから取り外します。シャフトを引き上げてハンドルを取り外します。モーターをクイックリリースプレートから持ち上げます。紛失を防ぐためにハンドルと R クリップまたは南京錠をマウントに取り付けます。以上です。ご視聴ありがとうございました。
詳細はガーミンマリンサポートホームページをご参照ください。